ジョーゼフ・ギンゴールド・ポーランド、ブレスト・リトフスク生まれのアメリカ人、バイオリニスト、音楽教育家、ウジェーヌ・イザイの弟子。1920年にアメリカ合衆国に移民し、バイオリンをウラディ・ミルク・ラフマンに指示。1926年にニューヨークでデビュー。1927年に母と共にヨーロッパへ渡り、ブルッセルでウジェーヌ・イザイに学ぶ。ベルギー。 フランス、オランダ等で演奏活動を行った後、大恐慌の最中にアメリカに戻る。そして家計を支えるために、ブロードウェイ等のオーケストラでバイオリンを弾く。1937年にオーディションを受けて、アルトゥーロ・トスカニーヌ式の NBC 公共楽団に入団。7年間そこに泊まった後、デトロイト公共楽団のソロコンサートマスターに、 就任して1947年まで在籍し、ジョージセルの依頼によって、クリーブランド管弦楽団のコンサートマスターに就任した。そして、1960年に退団して、インディアナ大学ブルーミントン校の教職につき、亡くなるまで教育活動を続けた。アメリカのバイオリンの名教師として、イヴァン・アラミアン、ドロシー・ディレイと並び称され、ミリアム・フリード、ハイメ・ラ・レード、 ジョゼフ・シルバースタイン、ジョシュ・アベル、ギヨームス・ユートル、コーリー・ツェロブセク、マーティン・ビーバーら数多くの著名なバイオリニストを育てた。また同時に、数多くのバイオリン婦の皇帝やバイオリン教則本の監修をしている。エリザベート王ヒ、ビニャフスキ、パガニーニ、シベリウス、チャイコフスキー、レイベントリット等の国際コンクールで審査員、審査委員長を務め、 1982年には、自ら、インディアナポリス国際バイオリンコンクールを設立した。ハラルド・エッケブレヒトチョ、バイオリンの巨匠たちにおいて、往年の名バイオリニストと共に言及されている。ジョシュア・アベルが、デッカからリリースした、クライスラーの商品集は、彼に捧げられている。ありがとうございます。